はい、ピースクでサクスピやっていきますということで、今日は思考の三類種いきたいと思います。石神くん、イリです。あと一緒ですね。はい、いきましょう。でね、フリート復活したので、絶賛ね、天才が使えるということで、どっちがいいかな、こっちか。これでね、やっとやっと遊べるって感じですよね。あ、でも俺治る前でもそんなにね、そんなに気づいてないのでアホなのでそんな気づいてないんで、どんくらいコツが抜けてたかとかね、全然覚えてないんですけど、ね、はい。遊んでいきましょう。そんな変わるかな。もしかしたら言うてそんなね、自分の育成に影響ないかもしれないですけど、まああるんだろうけど、でも多分壊れてる時に化け物を作った気がするので、金徳かけて全部取ったやつね。どうしようかな。まあ、まだ評価いってないからいっか。なのでまあ点数出せちゃえばそんなに影響ないのかもしれないですけど。さあどうすか。だね。天丸確定とかないのかなそのうちやってほしい。へえへえへ、なるほど。そうですかね。やっぱ基本はやっぱバウンサー打撃と肩スナイパーを意識していきたいなっていう感じですね。いいじゃん、押し込んでくれる。筋力で使えないと思ったけど、やっぱ初期評価高い組がね、言ってくれますね。あれ思ったけど俺、あ、いたいた、びっくりした新アンダーいたっけって思っちゃった。いたわ、ちゃんと。結構ね、度忘れが多いのでね、脳みそがちょっともう死にかかってるので気をつけていきたいんですが、しらすすぐ行きたいから、あれか、旅立ちですね。旅立ちだけど次がないな。北雪、そう、北雪は別に興味ないな。はい、行きましょう。下の方になんかあるけど、行きたい方向は。OK。ボタン！声をかける、やっほー。そうもねえな俺。どうしよう、メンタルかな。味方の評価いくか、敵じゃねえ仲間なんですけど、こういう合同いくか結構悩む。なんとか精神は大丈夫かな。いいやつもらっとこう。はあ、ははあ、合わせの評価がめっちゃ上げたいんだけど、
それはしょうがない。うー、怖っ。いたー、マリナちゃん。マリナちゃんに評価げたのね。どうしようかな。ここだな。そろそろみんなの評価が終わってほしい。言ってるやつはもう全然言ってるんですけど。さっきの乗ったっぽい。あと合わせと合わせも乗ったっぽい。合わせだけか。これは打撃かな。もう一発ぐらい打撃打てるとすごくありがたいんですけど。こっちかい。ああ、これいいじゃん。あ、じゃあ、暁いけるね。そのままつけよう。で、のんびりいけますね。粘り。これは我慢していいか。もう一丁。120% いっときたい。ダメか。惜しいな。これが入ってればいけたんですけど。さすがに旅立つか。で、あ、違う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 。逆。別取れないね、これ。まあ、いっか。じゃあ、いっちゃいます。まあまあ、もらえる気がするけど、気のせいかな。そんなでもなかった、ね、おー来た。なんだかんだミントあげないとちーちゃんがね、あのいたずらしてくるので。早いなお前。なるほど、さっきのが強かった。まあいいか、行くか。で、合わせ1回目です。合わせじゃねえ縦足。そして告白が来んの。合わせの方は本当に。あー完全こっち。結構来てる。でそれをあの青で抜いていきたいので、次打撃かな。ちょっと合わせの評価を上げておきましょう。おー、ナイスナイスナイス。
変やない。あ、まあここもまあいっちゃいいんですけど、なんだかんだ船積みが優先する。はい、で巷で噂の王子様は、まあ技術入ってるんで直でいいでしょう。印象ちょっと欲しいかな。ちょっとほんとちょっとだね。本当にちょっとだ、ね、まだいいか。そんなちょっとだと思わなかった。はここで OK。 バランスいいんじゃないですか。このゴリラおじさん踏めなかったけど、で暁行けばいいか。でマントル変えれるね。はい、いいんじゃないですか。ハマってるまでいかないけど、まあなんかそこそこって感じかな。評価いってるはずなので、違った。やられました。やば。使っちゃいまーす。よし、乾燥で千丸イベがまだ来てない。告白もまだ来てない。ああ、いいんじゃないですか。これ暁だよね。やってきたー。自分がどここういるかもちょっとね把握してない。アホすぎて。打撃が休むのがいいかな。ダメか。打撃が青で肩が赤のどこかみたいな認識が。こっちがいいかな。五十嵐と石神があの隣に寄ってくれたら最高。おー、いいっすね。チームプレイもらいます。ちょっとまだ市上くんが来たけど、来たけどやっぱ寺道の方がなんか強いな。レベルそんな変わんないんですけど、 PSR の45の46か5の方が点数出やすい。それか寺道自体の性能が高いのかな。ちょっと分かんない。おお、これは打撃かな。 6% 怖いけど、まあいっか、いけるよね。はい、うん、技術はもうこの打撃のワンパンで稼ぐのみなので。で、ナイス回復です。王子は回復が多いんだよね。ああ、いいじゃんこれ。
ゃいましょう。ちょっと基礎骨が間に合わなかったけど、そんなにバランスも悪くないし、今んとこは良さそう。あ、デートしてない。いいんじゃないですかね。はい、で、あ、マントルいけなくなるのか。マントルいけなくなるのか。そうっすか。まあ、太平楽でもいいか。うん、太平楽でもいいか。太平楽で、イエビルいけるっぽいので。まあ、いいでしょう。ダメか。大丈夫ですね。はい、太平楽いきます。あ、天才待ちみたいなことをしてたけど、天才はもう最初に来てるじゃん。何やったの。冷静潰しいか。はい、行きまーす。で、結構どっさりくれるはずなんだけど、そっちか。寝ます。モテモテあるから大丈夫でしょ。合同でピンションもらえるといいかな。うん、無理しなくていいので。そっち。今から別に総力骨でもいいよ。うん、ありがとう。天城はありだな。これサクッといっちゃってもいいかな。で、アイコンもらいます。なんかイベント来てなくね、石神の。一回も来た。そんなことある石神来てないとか怖すぎなの。野球マンも来てない。おお、弱え。こっちか。もうだいぶ終盤なんですけど、1回目。1回目怖っ。ちーちゃんとかも全然来てない気がする。そうっすね。1回落ち着いて、試合出れるんだ。マジか。どうしよう。怖くね。精神いらなそうなので、パンパン取っていいっすね。合わせが上がったら、なんかまたさらなる安定感を見せてくれそうなので、
アワスのレベル上がんないか。決裁機を持ってるところでございます。野球マン、石神、ちーちゃん、みかんですね。ほぼじゃんほぼじゃん。招き猫あんだけど。イベント来ねえ。そうっす。あれってか俺出航危な危な、俺出航忘れるとこだったわ。やべえな。行きましょう。地位が関係ないやつ。どうかな。合わせの評価が全く足りてないな。ベルも取んなくていいので、とにかく強い練習。今来る、今来る。そうか、これ1回目だ。やばくね。本当に印象はいらないはずなんだよ。筋力と、なんだろう、筋特部。あと1回。あれ、あと1回。マジで肩いかれたわ。やる気もいかれたわ。練習しちゃダメだったか。もうダメだな。てかイベントマジ大丈夫。まあ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 、ギリギリ間に合ったけど。あと1回。寺道じゃなくて石神間違えてる場合じゃない。野球マンもだよね。見たらないもん。ミートの分か。印象が治らないまま行ってます。あらします。そっちか。マジ石神、石神って前後ろ、後ろ後ろ2人はきついな。あ、てかあと4じゃねえかこれ。よく見たらそりゃそうだそりゃ乾燥しねえわ。そらそうか。いや、ちーちゃんがイベント多いんだよ。ってことやね。
石神の時は春一来たらね、春一さんにしてあげた方がイベント的にはいいかもしれない。海岸の方ね。ただ練習効果 50% がやっぱ強いので、多少乾燥無茶してでも行った方がいいような気がするね。王子は王子の方がいいような気がするもんな。アマネはどっちにしろ後イベだし、レイディーがどうなんでしょうって感じかな。待って、石神とどっちか来い。カモンカモンカモン、イベンカモンイベンカモン、オッケー。あと石神、石神空気読め、石神空気読め、石神空気読め。これって試合後に来るもんなの？これ未だによくわかんないんですけど。試合後に来るものなのか、今もう来なかったのか、どっちなんだろう。これがわからない。私の頭ではそれがわからない。フリート、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で田上。大きな声援が届いています。投げました、カーブはボール、投球はこれから3球目、これはいい当たりだ、いった、入った入った。フリートリードで迎える3回です。先ほどスリーランホームランを放っている田上、初球スライダー空振り、第2球投げました、あっと、いった、フリートリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている高見、きた、宇宙間、いった、入った入った。影山、フリートリードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っている高見、初球カーブは空振り、第2球投げました、打った、これはいい当たりだ、抜けた、フリート、おえー、大した練習来てないですね。石神お願い、マジでマジでお願い、思考が来ないともうどうしようもない。よし、ギリギリからの、完璧なオチをありがとうございました。あげちゃってたもんな、そういうのね。いやーマジか。普段ほぼほぼ失敗しないですけどな、あの子今日に限って失敗しやがった。あ、てかあいつも来てねえじゃん。からの総力ブースト。全然ダメージ。ってことは全然ダメか、これ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。皆さん、PS の現状、お過ごしください。バイバイ。